二宮和也、いじっちゃった。生配信で後輩を巻き込んでまさかの飛べいじり。人気アイドルグループ嵐のメンバーであり、俳優としても活躍する二宮和也さんが、キャトタンの中丸雄一さん、平い、せい、ジャンプの山田良介さん、セクシーゾーンへの菊池風馬さんと共に運営する YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、が20日に緊急性配信を行いました。 登録者数は約400万人に迫り、緊急性配信。ただいま398万人です、というタイトルでファンを楽しませました。通常の配信と同様にプライベート感満載の緩い内容で、視聴者を魅了した一方で、特にある演出がファンの間で大きな話題となりました。生配信が始まる前から、間もなく配信開始します。 といった画像が表示され、その後、障子の奥にメンバーたちがシルエットで映し出される場面がありました。そして、立て付けの悪い障子を強引に開けると、メンバーたちがニヤニヤした表情で登場。特に二宮さんが、こんにちは。ジャニのチャンネルです。と挨拶するシーンが、後輩たちから、怒られるぜ。こんなことしたら。や、どっかで見たことある。 というそう突っ込みを受けました。さらに、最近注目されている芸能事務所、とべ、にも関連するエピソードが登場します。7月に入ってから、タッキーとして知られる滝沢秀明氏が設立したこの事務所には、元ジャニーズ所属の三宅健さんや平野志陽さん、神宮寺祐太さんらが電撃介入しており、話題を集めていました。 特にその所属アーティストのお披露目は YouTube の生配信を活用して行われたのです。そして、なんと今回のジャニのチャンネルのオープニングと飛べの発表スタイルが酷似しているとファンの間で話題となりました。さらに面白いことに、滝沢氏の TikTok ライブが行われた深夜には、二宮さんからいじっちゃった。という連絡が滝沢氏から明かされたとのこと。 これを受けてファンは二人の関係に興味津々となったようです。このような意外な展開と後輩たちとのコミカルなやりとりがファンを楽しませる一方で事務所の発表スタイルとの告示からも注目を集めています。一見すると芸能人たちも普段は真剣な活動をしているように見えますが、こうしたエピソードを通じて 彼らの中の良さや人間味を感じることができます。これからも、ジャニのチャンネルは、視聴者に楽しい時間を提供し続けることでしょう。また、飛べの新たな展開や滝沢氏と二宮さんの関係にも目が離せません。ファンにとっては嬉しいサプライズが隠されているかもしれませんね。最後に、アイドルたちの生配信は、 ファンとのコミュニケーションの場として大変重要です。プライベート感あふれる配信内容や予期せぬエピソードがファンを引き込み、アーティストたちの魅力をより一層高めることにつながっているようです。これからも彼らの活動に注目が集まりそうですね。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。